イプシロンロケット4号機の打ち上げ成功。本日午前9時50分ごろにイプシロンロケット4号機が打ち上げられ、搭載されていたすべての衛星の分離が正常に行われ、打ち上げが成功いたしました。このロケットの打ち上げに関しては、さまざまな検査、対策をとっても、 最後は運というところがございますので、今回もなんとか打ち上げに成功してほしいなと思って見ていたんですが、無事に打ち上げに成功いたしました。今後は搭載されていた衛星の、えー、軌道など動作確認が行われていくはずですが、今回打ち上げられた衛星、小型衛星、えー、超小型衛星ですかね、超小型衛星、 かなりですね、あの、面白いものがあり、人工的に流れ星を作ったり、さまざまな機能を持った衛星が打ち上げられておりますので、今後こういった衛星の話題が日本をにぎわす可能性もございます。ぜひとも日本の宇宙の関係者の皆様には、今後もロケットの打ち上げ、ロケットの開発、打ち上げ、 衛星の開発を続けていただき、日本の宇宙産業のさらなる発展を進めていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。